6番のシャイニーガール、気をついた1番シャルール、さらにその2頭の務めからは5番のマロウル、一気に先頭に変わるか、内からシャルール、間にはリラバティ、そして追ってくるのは務めからレッドオリビア、以下に2脚を通過して最内から1番シャルール抜けた、2馬身3馬身のリード、2番手には13番のリラバティ、3番手に5番マロウル、先頭1番のシャルール、シャルールゴールイン。